中村六郎は、岡山県備前市、伊部生まれの陶芸家。愛称は、六三日本工芸会中国支部、備前焼、期、等とも会、伝統工芸師会に所属した。父親が、金重東洋らの作家たちと親しく、その影響で、陶芸家を志す。終戦までは会社勤めをするが、1945年に、金重東洋に指示し、技術の修練を積む。また、 北大子三人が金重東洋宅に来訪時には、藤原家、山本当州らと共に、その技術を学び影響を受けたと言われている。1961年に、六郎用を築いて独立する。1986年には、伝統工芸師に認定される。六郎ではとっくりなどの手記を好んで製作。たたらでは、泡瓶、急須、茶碗なども手掛ける。 僕突で野生味あふれる作風。観音度のねっとりとした土味に洋変で現れる深いヒーローは中村家のヒーローと言われ愛好家が多い。文豪、イブセ・マスジは亡くなる前にベッドの中で六郎のとっくりをまっさぐっていたという。また、歌人の杉サ太郎や詩人の安藤継夫らと交流があり、六郎の経歴書に紹介文を書いている。特に安藤継ぐは 釜出しの土に来訪し、釜昌の入ったものばかりを欲しがり、六郎を困らせたという話が残されている。手記の神様、とっくりの六郎などの異名を持つ。長男の中村誠と、孫の中村和樹も陶芸家である。中村六郎作主典中村六郎作編ことっくり、中村家のヒーロー、中村六郎作、長宝皿、中村六郎作、茶碗名、入尺、 中村六郎作どっくりと酒飲み。中村六郎作どっくりと酒飲み。ありがとうございます。